い、今回の動画は何に関して、ね、言及させていただきたいかというと、撮影機材、自分の撮影機材、まあ、来週からタイに行きますので持参する撮影機材を皆さんにご紹介したいと思います。で、これ見てください。これ沖縄、これ一番最初沖縄行った時の 2回目か2回目行った時に沖縄でシーサーのこの灰皿、まあ、最近タバコ吸いませんけど、シーサーのやつです。で、これもまたこれは3月、今年の3月行った時に買ったやつね。シーサーいいですね。お気に入りのものです。沖縄の人も見てると思うんでね、ちょっと紹介させていただきました。で、持参するもの、まあ、撮影機材、これメディアにも下ろしてますので、写真とか映像ね、動画に関しても。なんで、まあ、結構気合いは入れてるんだけど、まあ、全部で60万ぐらい、まあ、他にもいくつかそのレンズ持ってるんで、それは70万ぐらい撮影機材あるんだけど、まず1つ目、紹介させていただいて、メインでこれ使ってる写真、まあ、これでもあの映像撮ってますけどね、これ、ニコンの D610 です。もうそろそろ買い替えてもいいかなと思ってるんだけど、まだもうちょっとあの使う予定です。今4年9ヶ月ぐらい使ってますけど、結構早いですね。買った当初から考えるとそんなに経っちゃったのかなと思って思います。で、これに関しては、ストロボも別途で購入して、これ自体がレンズと本体で26万ぐらいです。で、ストロボで3万いくらなので、で、まあ大体30万ぐらいです。だからこのその当時出たやつで市販で売られてるやつで2番目にいいやつだったんだけどね、一番いいやつでもよかったんだけど、まあ2番目でいいかなと思ったので2番目にしたわけだけど、レンズに関しては 28mm から 300mm です。他にもレンズ持ってるんだけどね、単眼レンズとかね、だけど単焦点のやつが持ってるんだけど、あえてあの海外行くときこれ以上持っていっちゃうと、ね、単焦点のやつだったら、ちっちゃいやつだったらそんなに何ミリぐらいだ、 50mm とか75ぐらいだったら全然いいんだけど、やっぱり結構 200mm とかの話重たいんで、あえて持ってくるようにします。だからこれの場合28から 300mm なんで、これ1本あれば基本的には大丈夫なんだけど、アフリカのサバンナに行くときは、ちょっとね、いろいろと持っていかないと、あの他にも持っていきたいと思ってるんですけどね、やっぱより良い映像を撮るためにはと思ってます。で、まあちょっと今撮影してるとね、これ、まあ、ストロボつけるとやっぱり屋内での撮影は、まあ、結構綺麗に撮れます。で、まあこんな感じですよね。で、あとは1秒で6コマ連写機能ということで、まあこんな感じです。最近 D あれなんだっけな、一回ちょっとためらいた時にすごいいいやつあって、めちゃめちゃ連写機能あるやつってパパラッチ用になんかあるんですよ。まあもしくは被写体、動く被写体をこう撮るときにガンガン撮るじゃないですか。だからそれがそれで役立つなと思ったんだけど、まああえて、これです。まあこれでもかなり早い方だけどね。なのでこれをメインに写真を撮影します。で、これたまに映像もこれでね撮影してるんだけど、映像に関してはフルハイビジョンで撮影できます。まあこっちの方がレンズがいろいろと、まああってね、こういうなってボケ感は出せるんで、いい味は出せるんだけどね。まあこれが、自分の、主に写真はこれで撮ります。で、次にこれ臨時でね、あのデジカメ持ってるんです。ソニーの、これは、ソニーの機材なんだけど、ソニーの機材ということで持ってるんだけど、これも3万円ぐらいで購入しました。これも考えたらもう4年ぐらい経ってるのかな。そろそろ買い替えてもいいんだけど、別に不具合生じないんで、特にあの買い替えないんです。これデジカメ DSC の WX の350です。まあ全然いいですよ。画素数でいうと2000万画素、まあ、さっきの一眼レフが2400万画素なんだけど、これ2000万画素で、だから軽いです。だからちょちょって撮るにはね、すごくいいかなって感じるんだけど、パパって撮れるやつです。だこれで映像も撮ることもあります。でも最近あんまり使わないかな。うん、iPhone の方がどっちかってこれより綺麗に撮れたりする iPhone で映像させることも多いです。まあ、こっちの一眼でもありますもんね。で、次に、結構気合い入れて撮るとき、映像をね、ビデオ。これが、ソニーのFDR の AX の100です。 4K ということで、まあ、最近 4K がね、だいたい主流になってきてるんだけどね、 4K ということで、まあこれ出たのが4年ちょっと前なんで、4年半ぐらい前なんで、まあその当時としてはすごく、高価なもん、まあ、20万ぐらいしたんですけどね。で、このレンズはそう合わせて出て20万ぐらいです。で、サイスの、あのドイツのメーカーサイスのレンズを使ってるんですけど、まあ、ボケ感も出せるし、何よりもいいのがね、パナのやつ持ってたんだけど、パナよりいいと感じたのはこの ボケ感、
ブレた感じ、ブレた時のこの撮影した感じに結構ブレ手ブレ補正がされる感じ、それはパネルよりも優れている。そしてこう伸ばして、ズームで伸ばすじゃないですか。その時に伸ばした時なんかもいい感じで伸びるんです。だからそれはやっぱりすごくいいなって感じてますこれね。でもちろん赤外線撮影できるんで夜の夜間の撮影できます。でこの上のライトつけてね、でさらにこれで赤外線もつける感じです。パナソニックは前持ってたの、パナソニック良かったんですよ。ワイプ撮りができたりとか、あとはその内蔵でライトがついたんで、いちいちこれをつける必要なかったんです。これつけるだけちょっと重たいんでね。だから向こうの方が軽いし安く見えるんで、海外持ってくなら向こうの方がいいかもしれませんね。値段的にも向こうの方が安いので、だからパナって意外にいいかもしれないですね。ただまあ一番の、利点はやっぱりそのブレのね、補正ブレに関してはすごく強いっていうのはこれは実感します。そこが強いです。だからこれはまあこれからね撮影に使用していきます。で今3つ出しました。で次がまあ釣りなんかでもよく利用してるんだけどね、海外行ってもしかしたらこの後、まあ、タイとかマレーシア、シンガポールとかニュージーランド行って釣りするかもしれません。その際にまあこういう形でね、釣り動画って最近出してると思うんだけど、こういう感じでやってここにつけてね、ピッてやって、で、来たらこうやってここつけてね、録画させる、開始する、そのやつなんだけど、これはそれ以外にもドライブ撮影もできるし、あとはそのサイクリングとかスクーターどっか行ったりするあるじゃないですか、バイクで。そういった時も役立つ感じです。ただまあ結構使用してると動いてる時に弱いかなって感じがして、夜はね特にこれ全くダメでしたね。夜間夜釣りでやった時にこの間やったんだけど、やっぱり良くなかったですね。一応これパナソニックのウェアラブルカメラ、4K のやつですけど、これ 4K なんだけどね、やっぱ夜間が全然ダメですね。夜間とにかく動いちゃうとやっぱり全然はダメでした、だから昼間ならいいんだけどねこれで、最後にこれです、水中カメラ、これは富士フイルムのやつなんだけど、水中カメラでファインピックスの XP の120、これ去年買ったけど全く使ってないね。ちょっとこれから使う予定です。だからこれから南国行って、ちょっと潜ったりする予定なんで、その時にね、これを使っていこうかなと思ってますけど、これからいろいろと重宝するかなって感じがします。ちょっとこれだけだとね不安なんでね、本当はもっと長いやつで首からかけるやつにしないといけないんだけど、これです。なので水中撮影なんかもできるので、これ一説です。で今これ iPhone で撮影してるんだけど、全部で6個ね、まあ、他にも機材持ってるんだけど、今回持ってくのはそれにしようかなと思ってます。だから皆さんもいろいろと撮影機材って、持ってると思うんですけどね。であともう一個俺買いたいと思ってるのが、前ちょっと動画で言及させていただいたドローン、空撮です、空から撮るドローン、まあ、せっかく買うのであれば最低10万のやつ、10万以上のやつ、20万ぐらいのやつがいいと思ってるんだけどね。で、そこから空撮ということで撮っていこうと思ってるんだけど、まあ航空法とかの問題もあるんで、撮影場所とかもねやっぱ限定されてくるんで、そういったところが海外だと特にちょっとやっぱりそこら辺がややこしいところがあるんで、しっかりと調べないといけないし、荷物になるでね、なるべく減らしたいんで、まあ軽い方がいいっていいんだけどね。だからやっぱ性能がいい方がいいんですよね。ちょっと難しいんですけどね、そこら辺に関しては。なのでまあ新しく機材をまた購入する可能性もあります。まあ今回ね、自分のこの撮影機材をね、これから持参する撮影機材をご紹介させていただきました。まあこんな感じで、もう新しい、もし機材買ったらまた紹介させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。